なんで？なんで興味あるの？そうか、私は手伝いたいのね。あんた、私の友達なの？じゃあ、伝えても大丈夫かもね。
前の知ってる部分はここじゃなかったのか。今パーティーしてんの？友達と一緒に。友達どこにもいないじゃない。まあいいや。じゃあ俺のパーティーに来ないか。はい、どうもー、どうもどうもー、私、キンデンさん、ジュセル・バドウォーク、ザ・マーチャンテプヌーはい、麗しくもにぎにぎしき、今日この日この日届き、今宵皆様方と共に PYT でございますよ、ペイティアティス、盛り上がってまいりましょう。
それではですね、麗しくも握り西くん参りましょう。張り切ってどうぞ。ようこそ、新入り。感じた？多分。で、どうだった？今のは何だった？皆さん、こんばんは。とても面白かったです。これからもよろしくお願いします。大丈夫？席に戻ってもいいかな？さっきの踊り子、どこに行ったんですか？自分の終わりを受け入れないお前に他人の終わりを見せるわけないじゃないのよ。次は私の番、マイクちょうだないのに、なんでマイクが欲しかったんですか？歌う？何のために？歌わないなら何をしてるんですか？私がやりたいのはね、一つだけ、このスツールに座ること。で、アートになるんですか？アート？
アート？アートと何の関係があるんだよ。アートなんてのはね、夢、クソみたいな夢なんだよ。ごめんなさい。冗談だよ、アミ。冗談。じゃあ、椅子に座って、これから起こることを楽しみにしててね。朝が来るまでに、そんなに時間はないんだから。
盛り上がってまいりました。はい、次なる、来ていただく方ご紹介しましょう。いよいよでございますよ。網の両親様です。はい、お父様とお母様やってまいりました。はい、もちろんですよ。もちろんですよ。これはもうあのこやつの壊れた記憶の中にあるに過ぎない、もうこう偽物ですわ、フェイクですよ。まあ嘘っぱちの記憶でしかない。まあそんな細かいことはどうでもいいんですよ。はい、もうあのリンポに落ちたもうあのこうこのデジタル女の人生そのもの、もうもうこうあの嘘っぱちの世界ですよ。はい、アミ、アミ、お前が今日この歌舞伎町に来たのは100回目だった。いつもと同じ道、どこから来てどこへ行くのか何も知らないで、ロボットになったお前の魂、作為に満ち満ちた世界だから、それを歌おうと思って。根本が問題、お前の、お前の根本、それが今やっと見られるようになる。お前の魂だ。レイディーね、どっか遠いところにとっとと連れてって、連れてって。
ちゃダメだから続き見ちゃダメだから親御さんたちね、これから亜美を外に連れてくれるから人間の夢を作ったみたいだな。これで完全に朝になる前に遊べるぜ。I'm gonna get it high, come on, 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 come on